チョレイ。まあ今回はですね、はい、広島カープの、期待の新星琴ノ海斗君についてちょっと、はい、まあ魅力的な若手だよね。いやー、本当ですね。皆さん、あの初ヒット、琴ノ君の山崎康明か、はい、ね、ツーシームレフト前ね、ツーシーム最初空振り、はい、全く合わず、はい、あれみたいな感じで、でも次の球を、はい、同じ球をレフト前、レフト線にね、打ったけども、はい、やっぱ対応能力が高いよね。うん、で山崎が失敗したのは、あれをストライクに投げたというところ。普通だったら1球振ったら2球目はちょっとボールにするんだけど、はいはい、それで振ってきたら、あ、ちょろいなと思うんだけど、ああ、なるほど。それをやっぱ拾って打ったっていうのは、やっぱ対応力があるんだけど、普通だったらシーズンだったら続けないよね。続けるとしたら確実にボールにする。でも小園は自信になったと思うよ。いやー、そうっすよね、やっぱり。確かに、だって球界の中でも指折りの抑えピッチャー。いや、本当そうですよ。そっから打てるわけ、うん、そう、恐ろしいよね。いや、俺が例えば高校の時にポッと立たされて、はい、山崎康明、はい、ね、プロ野球の指折りの抑えピッチャーと対戦した時に、はい、負けてたまるかとは思うけど、うん、打てるかな、打てたかなと思うともうちょっと打てないよなっていう想像しかないよ。そうですね。最終打席のピッチャーゴロ思い出しますよね。お、なんで知ってる？知ってますよ、それはもう。調べた？ネットに書いてあった。いや、本人が言ってましたもん。そういうね、いらない情報はね、捨てなさい。本当に。一番試したいのは、はい、インサイドのまっすぐをどのぐらいさばけるかなっていう。あ、そこがさばけたら、出てくるのはすごく早いと思う。なるほど。ここがさばけないと、すべてに苦労すると。例えば疲労なうまくても、はい、でもうここは速いボール胸元にいっときゃ抑えられるんだろうっていうような、一つのこうピッチャーに安心感を与えてしまうと、はい、まあ、抑える率が高い、うん、で本人が速い球を気にするようになってくると、今度拾えたボールも拾えなくなるという、うん、悪循環になってくる。なるほど。だから拾えることは分かったから、はい、ちょっと次の誰と対戦するか分かんないけど、うん、ちょっとインサイドバンバン攻めてほしい。あ、これがカチーンって打てるようになったら、あれもうどっかで使おうかなって思ってそうっすよね。いや、そのぐらい魅力のある選手だ。まあ、守備は慣れていくともっと上手くなっていくと思うしね、はい、あの子は。ぜひ開幕1軍目指してほしいっすね。でもね、中途半端に1軍いるんだったら2軍で試合にバンバン出た方がいい。あ、だからここら辺が首脳陣がね、迷うところ。なるほどなるほど。中途半端に1軍にいるよりは2軍でバン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 試合に出てて、これ使えるなって思った時にベンチに入れてスタートだよ。うん、そうした方が伸びる。もし2軍に行った場合はそう思ってほしい、うん、やっぱ経験をどん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 積ませる、はい、試合慣れさせる、だそういう意味合いなんだよね、うん、だからまあ少し長いスパンで、これ25人に入ってきたらすごいと思う、はい、いやいや、すごいですよ。入ったら僕、はい、俺はある程度使ってくると思う。おー、高田監督は、まあ、いろんな使い方できますもんね。確かに、まあ、ダイソーもあるし、でもね、ダイソーぐらいじゃね、もったいないんだよね、1日がダイソーで終わるっていうのは。いや、それだったらやっぱ打席に立たせなきゃ意味ない。そういう経験をやっぱさせなきゃ、ダイソーなんていくらでも広島にいるわけだから、はい、でもあの子はやっぱレギュラーに育てなきゃいけないから。いや、そうですよ。だからそういった考え方で2軍に行く可能性があるね、はい、やっぱ経験を積んどいて、もう1軍に来た時はスタートっていう、うん、だからそういった意味では、少しあったかい目で、はい、そうですね、1軍で見たい見たいじゃなくて、1軍に上がった時はもうスタートから見れるから、そういう選手になってほしい。